老人の夢をご紹介いたします。父デビル・ヒュー、母テイラー・シークレット、母の父スティーク・ジョン、19歳です。パンクは昨年も優勝レースで活躍しています。ウィン・ヌートは立候ステークス、テンポダンステークスのオープン連勝に加え、今日のゴールドトロフィーで優勝勝ちを果たしました。コスモカナディアンは東海ステークスで2着のほか、重賞入着を繰り返し、大井の TCK 女王杯でもマルカンセンサーが連帯しております。ドバイワールドカップをハイペースで押し切って8勝のロージ陣営は、これまでに丈夫でパフな競争馬をたくさん送り出してまいりました。箱根スプリントでロードカナダを破って重賞初制覇を飾り、JBC スプリントに優勝したドリームバレンチの弥生賞を勝ち、皐月賞でゴールドシップの4着に入選のコスモ大空、その他ローズプリンスラム、サミットストーン、ローズジュレック、マイネルバイカー、そして先にご紹介のウィン・ヌートと G1 ホースを含む計7頭の重賞馬のほか、オープン競争の勝ち馬も6頭出ております。決して早い時期から勝ち上がるタイプが多いとは言いませんが、早い時期から競馬に使う体力があって、数を使えて上級クラスで活躍するのも現れます。ロジ陣での種付け料はフリーリターン特約負債の受胎条件が50万円、出産条件が70万円となっております。どうぞよろしくお願いいたします。